ダイレクト向かい飛車とは、将棋の戦法。振り飛車に分類され、向かい飛車戦法の一種であるが、角交換も辞さない、もしくは角交換が、前提の力戦振り飛車である。2011年頃からプロでの採用数が増え始め、2013年には大流行を見せた。従来用いられていた、角交換島飛車の一変化である二手村向かい飛車は、飛車を一旦四筋に振ってから、 改めて二筋に振り直し、先手の飛車先からの逆襲を目指す戦法であった。四筋に途中下車しなければならないのは、拒飛車側に六五角という有力な反撃手段があり、それを防ぐためのものだった。ダイレクト向かい飛車は、この六五角への対策が急所と言える。ただし、従来の向かい飛車も飛車を八筋から二筋に振っており、四筋への途中下車はない。 ダイレクトとは、あくまで四筋への途中下車を余儀なくされる、各交換型島び車との対比により生まれた表現で、ある。この手得を活かして後手から積極的に動くこともできる。大石直次や佐藤康光が得意にしている。この先方は後手の場合を基準にして解説する。先手番でも応用は可能であるが、後手番に比べ条件が多い。 左美ノや拒否者アナグマの登場により一時衰退していたフリヒシャ戦法はフジシステムご機嫌中飛車の出現により大きな変革を迎えていたフジシステムは基本的には従来の角道を止めるフリヒシャの王道である島飛車の序盤の駒組みを前提とする指し方で一時主流であったが拒否者側の対策の進歩によりフジシステムの成功率も下がっていった この流れの中で、そもそも振り飛車側の角道が止まっているために、飛車側に固い囲いを許してしまうのではないかという考え方が出てきた。振り飛車には、角交換という常識の裏返しとしての、振り飛車側は、角交換拒否というドグマそのものが修正を迫られたのである。そこで、序盤早々に角道を止める手を省略して、角道を開けたままとする力戦ぶり飛車が、 心みられるようになった。すでに、増田式石田流や立尺流島飛車が先行して、流行していたが、ご機嫌中飛車の登場がこの傾向に拍車をかけた。角道を止めない、振り飛車にとって、拒否者側の角交換後の43.83両なりを狙った6五角の対策は、悩みの種であり、当初は一度島飛車に振って玉を囲い、83を守ってから向かい飛車に振り直す。 二手損向かい飛車が出現した。この先法は一手損角がありとの併用もあって一時流行を見せた。しかし二手損への抵抗感から流行は下火となった。そんな中佐藤やスミツは角交換島飛車の序盤で一度島飛車に振る手順を省略し、初期一から六五角への対策をせずに二日と振る力戦向かい飛車を実戦で試みて注目された。これが、 ダイレクト向かい飛車である。一飛車側に六五角と打たれても、振り飛車側が七四角と切り返す対抗手段があるので五角であるとするのが主張である。六五角七四角四三角なりに五に金右で馬に当てるのがポイントである。もし五に金左と刺すと、二四歩の反撃があり、同歩の一手二二三歩同飛三二馬で飛車が捕獲される。二二飛同馬同銀七七桂で、 五手の三三角を消しつつ、七四の角を狙う。角の逃げ道を開ける六四歩の一手二二四飛で、区切れを解消して、先手十分。よって四三角なりには五二金右銅馬、銅金七五金で角を取り返す展開となる。また、角交換島飛車でも五手がさせるのであるから、損が一手分、少ないダイレクト向かい飛車であれば、 なおもてさしやすいのではないかという理由から冒頭で記した通り、2011年から2013年にかけて大流行を見せた。大石直次はこの戦法を駆使して、2013年度は NHK ハイテレビ将棋トーナメントでベスト4、順位戦で C 級一組小級と高成績を上げ、将棋大賞新人賞を受賞した。ありがとうございます。